門倉氏は現役時代、中日ドラゴンズ、近鉄バファローズ、横浜ベイスターズ、読売ジャイアンツで活躍し、韓国リーグでもプレーしました。193センチの長身から投げ下ろすストレートとスライダー、フォークボールを武器に数々の名打者を抑えてきました。日韓合わせて5度の2桁勝利を記録しており、横浜ベイスターズに所属していた2005年にはプロ野球史上4人目となる全球団勝利を達成し、シーズンでも177奪三振を奪い、セリーグ最多奪三振のタイトルも獲得しています。また顎の長い顔が特徴で、アゴソ、モアイなどと愛のあるニックネームで親しまれていました。このような素晴らしい成績を残している一方で、引退後の2019年に中日の2軍投手コーチに就任しましたが、2021年5月15日に突如無断で練習を欠席すると、財布とスマホを自宅に置いたまま行方不明になり、翌日の16日に家族から捜索願いが出されるという事態になりました。同月20日に中日球団宛てに本人から退団届が郵送で届くと、家族が本人の筆跡であることを確認した上でこれを受理し、5月26日に退団が発表されました。現役コーチの突然の失踪劇はテレビのワイドショーでもたびたび取り上げられました。